直撃と、あそこでポイポイしてるんで、オッケー。まずは、ここに夢中な君を、やっつけていく。で、道をしっかりと作って、一旦引かせてもらう。どうも皆さん、こんにちは。ムポンです。本日ですね、10月の21日なんですけど、ロングブラスター、ついに追加されました。で、今回はこいつのお手並み拝見をやっていきたいなと思います。で、ちょっと私事なんですけど、風邪をひいてしまってですね、声がガシガシなんですけど、最近寒くなってきたんで、皆さん風邪には気をつけてください。では、早速やっていきたいと思います。よし、では、ロングブラスターのお手並みをですね、この縄張りバトルで早速拝見していきたいと思います。で、結構この、直線が濡れるっていうところがあるんで、味方のですね、道作りとかが結構できる武器かなっていうところではあります。で、なんかその辺スプリンクラーが置かれてしまったんかな、っていうところなんですけど、一旦ちょっと右ルート塗っていきましょう。で、味方とうまいこと連携してですね、敵を追い込んでやりたいっていうところなんですけど、ラピブラがテクテク歩いて見てるっていうところで、雨をまずは降らせていく。で、確定数はですね、こっちの方が少ないっていうところではあるんですけど、連射力はラピの方があるんで、結構苦手意識あるかもしれないです。ただ捕まえてしっかりとやっていく。 OK、今のは、無駄な直撃ではあったんですけども、やっぱりパシューンっていう音がですね、心地いいですよね。ブラスター使ってて思うのが、そこっていうところではあるんですけども、で、どっから敵が攻めてくるかっていうとこなんですけど、おっと危ねえ。結構一撃取れるんで、潜伏とか結構ブラスター大事になってきそうではあるかなっていうとこではあって、今ちょっと敵のですね、ラピさんが、見られてんな、ちょっと怖いってとこではあるんですけども、一旦ここ潜伏させてもらって、そこいますね、オッケー、もらった。で、雨で塗られてしまったっていう状態ではあるんで、塗り返していきたいと思います。で、この辺とかにボム投げてたら意外と引っかかったりするかなってとこがあるんですけども、スプリンクラーはちょっと止めさせてもらおう。で、こっちから来てますね、 OK、 捕まえて、相打ちに持っていけなかったか。連射でしっかりとやられちゃいましたね。ラピッドブラスターエリートはただ、連射力そこまでラピブラほどの連射力ではないっていうところではあるんで、結構ロングブラスターと同じようなテンポで連射をしているかなってところではありましたね。結構このルート私好きなんで、こっちから行っちゃいます。で、敵がいるかいないかで、ラピにやられてんな、あれはちょっと見られてそうってとこなんで、変えて直撃を取りたい。やべ、いやー、どっちも当たってない。解散。一旦解散しました。で、ラピがインクアーマーを必須にやられてしまったんで、アーマーをですね、爆風で割っていきたいって状態なんですけど、しっかりと捕まえていきたいんだが、ラピが上から狙ってて、一撃もらう、オッケー。で、しっかりと当てていって、で、引いてもらって、捕まえ損ねたかってとこなんですけど、一旦ですね、そこ、バリアは苦しい。で、雨降らせて、ボム投げて、最後ですね、塗ったら勝ちっていうところで、塗ったら勝ちなんかほんまに、塗り状況どうかっていうとこなんですけど、いい感じですね。結構スペシャルが塗れるっていうのと、ボムの爆風と、メインの爆風で、連携取ってですね、倒せたりっていう感じで、結構意外とキル性能も高くて使いやすい武器やったかなと思います。ありがとうございます。よし、ロングブラスターでガチホコマッチやっていきたいと思います。結構直線が濡れるんで、味方のその道作りとか、ホコのルート作り結構できる武器かなって思うんで、意外とありかもしれないです。で、まずは割って割り勝っていく。で、そこ上来てますね。キャッチ、オッケーと、いい感じにやらせてもらって、で、雨を降らさせてもらって、ボムをですね投げて、すごい後ろから全然関係ないところで狙われてるけども、一旦もう矛を見ていきましょうか。で、すぐ割りたいんですけど、ハイプレで威嚇されてるっていうところがあるんで、ちょっと一旦引きます、逃げます。結構攻めてくるかな、攻めてきてないですね。リードされてしまった。結構右ルートで今
敵が来てて、で、それ、許さないよ、OK。で、なんとかですね、状況を見て、あと、ここ、登って、あと、矛の爆発は見てなかった。クソ、やられてしまった。今完全にポイポイしてたんでチャンスかなと思って、倒しに行こうとしたんですけども、ちょっと爆発に巻き込まれてしまったっていう状態ではありますね。で、チャージャーが見てるんで、ルートを変えてですね、右左と、一撃取られてしまわないようにですね、立ち回りを動く方向をですね、変えてやっていきたいと思います。で、あそこでずっとチャージャーが見てるんで、一旦雨降らしで、立ち退いてもらいましょうか。で、矛と一緒にですね、爆弾が、おお、やっぱ雨降らしで、やってるっていうとこなんですけど、ボムポイポイでやられちゃいましたね。くなかなか、その、キルの性能は高い武器っていうところではあるんですけども、状況見て戦っていくのが大事かな。で、あんまりちょっと前出すぎると怖いっていうところもあるんですけども、直撃取ったらですね、接近戦もやれんことはないっていうところで、ちょっと飛ぶ、バイ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 、あれはちょっと苦しい。一旦帰らせてもらって、で、あ、味方、ここ、ナイスです。で、待って待って待って、置いてかないで、雨降らしで、ナイス、リード、OK で、雨降らしで援護していきたかったってとこなんですけど、クソ貴様ミサイルを撃たれちまった。で、今そこにいてるのをなんとかですねチャージャー、止めさせていただいて、で、あ、ハイプレが見てるな、やばい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 、ちょっと味方のハイプレです。で、ここが、そこでやられたか。で、爆弾投げて直撃直撃と、あそこでポイポイしてるんで、OK。まずは、ここに夢中な君を、やっつけていく。で、道をしっかりと作って、一旦引かせてもらう。で、そこ、後ろに、スピナー。そう、いつもスピナーの名前が、パッと出てこないってとこなんですけど、ここ、OKOKOK、味方ナイスです。で、矛のルートをしっかりと作ってやって、で、見てる見てる見てる、あーってやられちまった、クソ、ごめん。スピナー止めてやれれば、今タッチダウンいけたかなっていうところがあったんですけども、あー、全滅入ってるな、これはちょっと地道に下ルートから行って、で、雨降らし溜めたいです。雨降らし本当に、今もうなんかもう環境トップレベルで強いかなっていう風な、もう噂をですね、風の噂で聞いてるんで、一旦ちょっと雨降らしをさせてもらって、で、そこですね、矛持ちを、ナイスナイスナイス追い込んで、一旦ですね、雨で割っていく。で、なんか、味方がやられてんな。あー、危ない。こんにちは。危ない。ちょっと突進してしまったってとこなんですけど、あ、ここが、ダメだダメだ、止めたい、で、スピナーやめて、あー、直撃取れなかった。今のは、悔しい。やべえ、一気に攻められてるとこなんです。ナイス、止めてくれましたね。いい感じで、いいところで、要所要所、味方が止めてくれてるってとこなんで、で、あの台の上、こいつですね、狙えるんで、狙っていく。で、今、右からシューターの気配が感じたってとこで、で、あそこの高台は許さないよ。で、OK。で、そこ着地狩り味方がしてくれるんやったら、矛優先させてもらいます。ごめん、ただごめん、矛守れなかった。ついていけてない。ただ、これはもう、止めれば勝ち。雨降らしを貯めて、止めていこうかな。強制的に矛持ちを倒してしまえば勝ちっていうところがあるんで、雨降らししっかりと貯めていきます。あ、OKOKOK で、どっから来るかっていうところなんですけど、あそこから来てて、で、ボームがポイポイ来てて、一気にですね、スペシャルで連携してきて攻めてきてるっていうところなんですけど、矛持ち、直撃を食らった、クソ、やべ、延長戦、止めて、ごめん、OK、ナイス、ありがとう。なんとかですね、味方が止めてくれることによって、やっていけました。で、結構道作りとかもできますし、矛割る速度も結構速いし、雨降らしもいい感じかなっていう感じではありました。割と矛向きの武器かもしれないですね。
はい、ではここまで、ムーポンがお送りしましたスプラトゥーン2実況、ご視聴いただきましてありがとうございました。現在ですね、左上の方に、チャンネル登録が出てると思いますが、もし気に入っていただけたようでしたら、今後もですね他の動画上げていきますので、よければ登録して、チェックしていただければと思いますので、よろしくお願いします。